東京を江戸と申した自分のお話。今でいう茨城の海での物語である。大野助という商人が船に荷を乗せ、江戸から日立の国へと向かう航海をしていた。ことなくたどり着けば店は安泰。万が一にも嵐にあったり難破したりすれば、 店は潰れて己も首をくくらねばならぬという博打のような商売であった。順調に進めば五日で終わるという船旅のその四日目のことである。空は晴れ渡り波も風も穏やかというこれ以上ない日和であった。このまま行けば無事にたどり着けるだろう。大野助だけでなく江戸で雇った船乗りたちも皆そう思っていた。 まもなく夕暮れという時刻である。明るいうちに飯を食い、ろうそく代を節約しようと実に商人らしい考えで、早めの夕下を済ませていた。明日の朝には港に着く予定である。港に着けば荷卸ろし、帳簿合わせ、これからの商いの話し合いなど、目まぐるしく働かなくてはならない。大之助はまだ日のあるうちから、 たっぷりと寝ておこうと考えて、うとうとしていた。ようやくまどろみが消えようかというとき、看板の誰かが大きな声で助けを呼んだ。食事のためにほとんどのものが船内にいたので、一体何事かと慌てて船上へかけていった。声を荒げていたのは見張りの男だったようで、その訳を聞いた。い、いくちが出やがった その言葉に船乗りたちは慌てふためいた。そしておのおのがけんけんごうご々と何かの支度をし始めた。あところが、青之助は何のことだかさっぱりわからない。甲板を走り回る誰かを止めると、幾知とは何事かと尋ねた。船乗りは縦板に水のごとく大之助に幾知のことを話した。幾知とは、巨大なワニのような妖怪であるという。 これに狙われた船の多くは沈んでしまうと恐れられている。太さは大したことがないのだが、恐るべきはその長さにある。頭の先から尾の先までが一体何十里あるのかというほど長く、もしも船をまたがれると通り越すのに二三日はかかる。その上、幾つの体からはおびただしい油が出るらしく、油を海に投げ捨てなければ、 重みで沈んでしまうというのだ。それを聞かされ、大野助の顔は他の船乗りたちと同じようになった。一体どうすればよいのだいい口を尻ける術はね、うまく逃げ切るかもしもまたがれた時は、傘や桶を使って油を船の外に流すしか。大野助はすぐさま帆を張る手伝いをした。慣れぬ作業だったために、手の皮はすぐにすりむけ、 高価な羽織袴はすぐに汚れ、ところどころが破れてゆく。しかし、そんなことはもはやどうでもよかった。船を沈められてたまるか、その一心で船を進める仕事をこなした。ところが、その努力も虚しく、幾知は反戦のビブに胴体を乗せたのである。言われた通り体は油で覆われており、 欄干を伝って船の中央に滑り落ちてきた。瞬く間に機械の油が滴り始め、甲板は油地獄に変わった。大之助をはじめ他の船乗りたちもこうなっては仕方がないと、油を救える器のようなものを手当たり次第に使ってそれを救い出した。幾ちが動くたびに船は揺さぶられ、油で踏ん張ることもできず作業は難航した。その時である。 幸中の幸いと言うべきか、ビブが幾ちの重さに耐えきれず割れ落ちたのだった。幾ちの胴体も支えを失って、大量の油と共に海に滑り落ちていった。ひょんなことから九死に一生を得た大之助たちは歓声を上げた。幾ちも再びこちらを狙っている様子もない。大之助の体からは緊張と同時にあらゆる力が抜け落ちた。 そして不運は起こる。不意に船に横波が当たり、船体は大きく跳ねた。そのせいで大之助の体は宙に舞った。そしてそのまま欄干を飛び越え、海の上に放り出されてしまったのだ。何が起こったのか理解できず、大之助は悲鳴を上げることすらできなかった。目に映るすべてのものの動きがゆったりと遅くなり、 手を伸ばしてあがけば助かりそうな錯覚に見舞われた。しかし、所詮は錯覚である。無情にも大之助の体は海に向かって落ちていった。ザブンという波音が、喧騒の中にもはっきりと大之助の耳に届いた。なぜ自分は甲板の上にいるのだろうか。心臓が高鳴る中、 一寸前の記憶をたどる。間一発のところである船乗りが大野助を手繰り寄せ、その引き換えに海に落ちていった映像がはっきりと大野助の脳裏に焼きついていた。大急ぎで欄干から身を乗り出して下を見た。けれども助けてくれた船乗りの姿は、もうどこにもなかったのである。その後の船は無事に目的の港にたどり着いた。 港の人々は幾知に会いながらも生き延びた船と船乗りたちを称賛した。取引先の商人も大之助の無事を喜び、また幾知から逃げ延びたことがより名を広めると喜んだ。しかし、大之助はあらかたの仕事を終えた後、店を信頼できる者にそっくりそのまま譲り渡したのである。しかも引き換えに得たのはわずかばかりの金子だけであった。 一体どうしたのかと譲り受けた者が大之助に尋ねた。私は本当だったら死んでいたのだ。あの時自分の命も帰り見ず助けてくれた男がいたからこそ、にも無事に届き店を安泰にさせられた。もう十分だ。これ以上私服のために生きるのでは、あの男に申し訳が立たぬ。それではこれからいかがなさいます 頭を丸めあの男の供養のためにも仏門にでも入ろうと思う。なんとあなたほどの詳細あふれる方が衣をつけるなどもったいない。その言葉に大野助は健やかに笑って答えた。あれだけの油を浴びたのだ。衣をつけるには十分だろう。